こんにちは、はるです。皆さん今日も一日お疲れ様でした。今回は男子に対してなかなか言えない女子の本音の価値観をたくさん紹介していこうと思います。今ヨーロッパにいるのでヨーロッパの借りている家からお届けしています。結構普段から質問などをいただくんですけど、その質問のほとんどがこれって女子側からしてどう思いますかみたいな、そういう価値観を聞かれることってすごい多いんですよね。なので今回はその価値観っていうところにフォーカスを当てて、女子はこういうことすごいいいと思う傾向があるみたいなとか、あとは逆に女子はこういうことを実は結構傷ついてるんだよみたいな、男子になかなか言うことがないけど実は思ってる価値観っていうことを中心に紹介していけたらと思います。もしもこのが良ければ高評価、チャンネル登録、そして最近始めました公式 LINE ぜひ見ていただけたら嬉しいです。ということで早速、最初、記念日忘れられるのはマジで傷ついてる。これはマジです。女子と男子の違いとして、男子はこう行動で愛を示す、女子はまあ言葉で愛を示すみたいなことを結構言われることが多いんですけど、この記念日ってまさに結構こっちの考え方なんですよね。記念日って別に行動で何か示すっていうことじゃないじゃないですか。でも記念日をこう覚えているとか、記念日おめでとうって言ってくれると、結構な割合の女子は嬉しいみたいな、あ、これ覚えててくれたんだみたいな。ちなみに記念日を忘れてる男子はいても、記念日を忘れてる女子はね、ちょっとこれは私の肌感というか晴れ統計でしかないんですけど、ほとんどいないんじゃないかなっていう感じですね。ただ今ちょっと私が海外にいるっていうことで、若干ちょっと海外の情報も入れさせていただきますと、逆に海外の男性女性はあんまりこういうその記念日おめでとうみたいなのにキュンとくるとか、そういうのはあんまないみたいですね。なので日本特有だなとはちょっと思います。で次、カフェに行ってメニュー見たらこれ高すぎっていう男は誘えない。あー、これすごいめっちゃリアル、個人的にはちょっと思っているんですけど、カフェのメニューってすごい高いと思う方いないですか？これ実は私もぶっちゃけ思うんですよ。例えば東京だけなのかちょっと分かんないんですけど、ルノワールっていうカフェあるじゃないですか。ルノワールって紅茶とかで多分700円とか、あとめっちゃ高いなと思うのが椿屋コーヒーとか、他の県にあるかちょっと分かんないのであれなんですけど、例えばそういうところとか、他のカフェでも紅茶1杯コーヒー1杯ですごい高い金額で、え、カフェにこんな金額みたいなこと思う人って多いと思うんですよね、ぶっちゃけ。でも女子って何かと、女子会だったりとか、あとはカフェのご飯を食べるとか、雰囲気がやっぱおしゃれだし、その写真とか撮りたいっていう女子多かったりとか、あと SNS でバズるカフェって結構多かったりするんですよね。なのでそういうところに一緒に行こうよみたいな感覚でカフェに行く方って多かったりするんで、男性からしたらもうすごいガッツリ食べたいし、コーヒー一杯だったらもうドトールとかの金額もう300円400円ぐらいで十分だろうと思ってるような人たちが多いと思うんですけど、女子だと逆に700円800円払ってもいいから、すごくおしゃれで雰囲気が良くてサービスもいいっていうカフェに行きたいっていう人も多かったりするんですよね。私も動画編集とかするためにカフェに結構行くので、なので分かるっちゃ分かるんですけど、言葉に出さないでほしいなみたいなのがちょっと本音な部分かなと思いますね。カフェでちょっとお茶したいとか、それをデートの何か一部に組み込みたいみたいな風に思う人とかっていうのもいるので、なので言わないが吉です。次、もっとグイグイ来てほしい。これはそうですよね。本当に女子王道な意見と言います、今の時代っていう括りにしてしまっていいのか分からないんですけど、装飾系男子の方って多いんじゃないかなと思うんですよね。あとは、装飾系と言っていいのかあれなんですけど、現実系男子、例えば合理的に考えて彼女っていう存在は無駄じゃないみたいなことを考える方とか、結婚って別にメリットないやんなみたいな、そういう風に考える方とかって結構多くなっているなみたいなイメージあるんですよね。男性と女性で価値観の違いみたいのがあるなって感じます。女子で男らしい女子ってあんまりいないんですよね。サバサバしてるとかはあるんですけど、男らしいみたいな、かっけえ女子みたいなのって、いや、いるか、ごめんなさい、いますね。いるんですけど、頼れるとか男性にリードをしようと思う女子っていうのはなかなかいなかったりするので、ここって半無理くりで超ポジティブに変換させてもらうと、男性としての見せ所だぞみたいな感じなんですよね。見た目も中身も、経歴だっていろんな部分含めて、それも他の普通の人と同じような感じでっていう人が、え、なんで俺じゃダメなんですかとか言われても、別になんか差別化しようとしましたかみたいな風に思われなくも
ないかなっていう感じですね。なのでこういうところ、まあ、グイグイとかっていうのはポジティブに捉えてもらって、これをやるだけで逆に他の人と差別化できるんだぞみたいなっていう風にこう思うきっかけになってもらえたらいいかなと思いますね。次、かっこよりかわいいの方が沼。これはですね、ぶっちゃけな話、こうやってあのアンケートでかわいいの方が沼みたいなの来たんですけど、かわいいってそもそも気になってない人に思わないので、最初からかわいいを見せるというよりかは、ある程度こっちが気になり始めたとか沼り出したっていう時にかわいいが出てきたら、もうその時にはもう完全にいっちゃうよねっていう話ですね。なので最初からかわいいが沼になるっていうわけじゃないかなっていう、ちょっとこれは私の中での考え方にもなるんですけど、男性からするとかっこいいみたいな人がモテるんだろうなとか人気あるんだろうなっていうふうに思うかもしれないんですけど、実際はどんな見た目であれどんな中身であれ、可愛らしさとかっこよさが混在してる人が一番モテるなっていう風にすごい思います。かっこいいだと逆にちょっと近づきづらいと言いますか、女子の理想としてはもちろんすごいかっこいい人、少女漫画に出てくるような男性とかに理想は抱くんですけど、実際のところそういう人を目の前にしたらどう思うかって言ったら、この人ちょっと遊んでそうだなとか、この人ってモテるだろうけど私がこの人と釣り合うのかなとか、ね、思っちゃう人は実際結構多いと思います。なのでどちらかというと、例えばすごいこうかっこいい感じだけど動物と子供にはめちゃくちゃ甘いみたいなそういう可愛らしい感じの一面が何かあったりするときに、あ、この人ってそういう一面もあるんだみたいな、まあいわゆるもうギャップですよね。可愛らしさってすごいギャップに持っていきやすいなっていうのがあるので、そういう意味ではすごくいいなと思います。次、女子の体重に対しての理想が非現実的すぎる。いや、これ結構 TikTok とかで街中の男性に女子の体重の理想についてインタビューしてみたみたいな動画がバズってるの私はたまたま見たことがあったんですけど、その時に50キロいってる人はもうなんか人間じゃねえみたいなことを言ってる男性とかがいて、なんか舐めてんのかなみたいな。だってそもそも150センチで50キロいってたら確かにちょっとぽっちゃっとしてる人の方が多いと思うんですけど、160センチで50キロ以下って結構細い方なんですよね。逆に160センチで45キロとかアイドルとかモデルさんみたいな体型の人っていうのは、そういうもう殻を極限の状態にまでして仕事をやってる方たちっていう人なので、でもあの一般人の何のそういう見た目のルックスの仕事もしないような女子がそれぐらいの水準に持っていくっていうのは、体質だったり、まあ、遺伝だったりもそうだけど相当努力してるとかしてる人なのかなっていうふうにちょっと思いますね。女子として言わせていただくと、太ってるのが普通だから痩せてる人に対してもっと褒めた方がいいと思いますね。結構いるじゃないですか、ある程度痩せてる人に対して、お前もうちょっと痩せた方がよくねみたいな、足綺麗なんだからお腹もちょっと減らしたらとか、お前背中にくっつきすぎみたいなとか、そういう人をたまに見かけたりするので、女子も痩せてる人は頑張ってるんだぞって、ね、言っていただきたいなっていうのが正直な意見ですね。次、女子の好きなもの分かりすぎてると逆に遊んでるように見える。これはちょっと私にもちょっと言われてる感覚があるんですけど、なんでかっていうと、私結構ショートとかで女子向けが良すぎる〇〇みたいなことを結構書いたりしてるんですよね。なので、まあ、そういうのを見て男性がそれを参考にしていただいて、この間女子にこういうものあげましたとか、この間こういう香水つけましたみたいな、そういう連絡を割といただいたりするんですよ。なので逆にそれはちょっと女子向けいいんだけども遊んでるように見えるぞみたいなふうに思われなくもない。全面的に出さないものに関しては女子受けのいいものを使うといいのかなと思うんですよね。例えばなんですけど、香水とかはボトルを別に持ち歩いてるわけじゃないと思うので、ほのかに香る香りとかっていうのは女子受けがいいものっていうのは結構ありだと思うんですよね。なんですけど、この間私たまたま見かけたんですけど、カバンの中身紹介みたいなのをされてる男性の方がいて、その時にリップをディオールのリップにしてますみたいな、これをするとその女子がすごい食いつくんですよねみたいなこと言ってたんですけど、純粋にちょっと、まあ、一女子として男性のポケットからこういうディオールのリップが出てきたら結構引きますなんかなんでそんなもの持ってるのみたいな風に思っちゃうんですよね。こうやって出てくるのはニベアであってほしいですよね女子が食いつくものを持ってれば何でもいいわけじゃないんだぞっていうのはちょっと思ったりはしますね。次、いいか、アイドルでもアニメキャラクターでもどんな女子にでも毛は生えているそうなんですよ皆さん、何も言えないや本当にこれはこの間私たまたまちょっと拝見したんですけど、乃木坂の私井上凪さん、乃木坂のオーディションの時からすごいファンだったんですよ。最近かな、たまたま彼女が載せたブログが毛
が生えてるってことにファンが指摘したかなんかで炎上したみたいなのが話題になったっていうニュースをたまたま拝見したんですよね。それを見てこれは大問題だぞと思って、個人的にだってこんなに可愛い方が毛が 1,2 本生えただけで男性たちがお前毛生えてんじゃねえかよみたいな感じで炎上してるっていうのがもう信じられなくて、生えてる決まってるでしょっていう10代の方だと思うんですけど、まだその全身脱毛とかお金払ってしてる方っていうのも2000年だとすごい少ないと思いますし、あまりにも幻想を抱いてる方が多いのではという、全く私は当事者でも何でもないのにちょっと考えさせられる問題だなって個人的にちょっと思いました。しかも脱毛とかされてない方とかはちょっと知らない方もいるんじゃないかと思うんですけど、永久脱毛って言われてるものとかってあるじゃないですか。あれって毛生えるんですよね、永久脱毛って言ってるのに。これは毛生えてて可愛いなぐらいの感覚で見た方が女子も嬉しいしっていうのもあるんですけど、もちろん何より男性が生きやすいと思います。次いきます。低身長顔は大事じゃない、ただなくてもいいけれどあればなお嬉しいが本音、間違いない。これが顔と中身は大事か大事じゃないか問題、そんな問題あるのかな分かんないですけど、そういう問題の本当の答えみたいな感じがしますよね。別になくてもいいんですよね正直で言うと、ただしイケメンに限るみたいなのが結構来るし、女子あるある現象だと思うんですけど、一個可愛いとことか一個いいなすごいなって思うところがあると許せちゃうんですよね、見た目も含めて。そういう美化しちゃうっていうんですかね、その人のことを。ただなくてもいいんだ、じゃあ何も頑張んなくていいんだってなられると、それはそれでまたあぐらをかかれてるような感覚と言いますか、美容男子とか自分磨き頑張ってる男性とかすごい増えてる中でそういう風にされてる人を見てそこを惚れるのかっていう。ただこれっていうのはどちらかというとこう中身の部分ですよね。そういうあぐらをかいてるっていう中身に対してなんかなみたいな風に思う女性っていうのもいると思うので、プラスアルファでもっともっとこの人に好かれたいっていう気持ち、そういうのをこう行動とか努力で示してくれる男性は、まあ、なお嬉しいなみたいな風に思うかなっていう感じです。結構いろいろ紹介していたんですけど、何か女子の価値観で知らなかったものだったりとか、自分はこういう風に思ってたけどそういうことを思うんだみたいな新しい価値観みたいなのが何か一つでもインプットされていたらすごい嬉しいです。最後の最後に言うのはあれですけど、今日結構鼻声でちょっと風邪気味なので聞きづらかったら申し訳なかったんですけど、はい、ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ハルでした。バイバーイ。